デンロード全然ちゃう。グリッチの USS やっぱ100万超えるんだ。マジっすか。高いね。100万の楽器なんか買おうと思うのかな。ねえ、やっぱ、ね、俺は思わないな、全く。まあでも結構ありますよね。うん、ありますね。ありますよね、うん、100万、だからそうっすね。いや、使わるよな、100万のギター。100万の楽器、例えば皆さんに聞きたいんですけど、100万の楽器を買ったとして外で弾くんすかね。俺なんか面白い話があって、やっぱ100万ぐらいの、うん、なんだっけこれの、あ、なんだっけ、あれなんだっけ、トンバーキー、あ、じゃあ号泣、あ、ヒストリーコレクションじゃなくて、何です、これか、カスタ、うん、トゥルーヒストリーのギター買いましたっつって、すごいレリックバリバリのやつで、レスポールっすか、レスポール、おーで、結構レリックなんですよ。はい、傷めっちゃついてて、うん、で、そういう自慢っていうか買ったんすよみたいな、すごい言ってきてあ、いいっすね、かっこいいっすねみたいな感じで言ってたんですけど、うん、でその人なんかスタジオに行くのにちょっとこれ持って行って傷ついたら嫌だからスタジオに持っていく用のボロいギター買いますとかって言ってそうなるでしょうね。そうそうそう、だからレリックなのにもう傷つくのが嫌なんですまあ、あの追加で傷ついたらどこが分からへんの。そうそうそう、だけどなんかこう、うん、自分でつけた傷は多分嫌なんですよ、はい、新品で買ってる、まあ、あのオリジナルじゃないかみたいな。そう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 、だからもうよく分かんないけど、だからもう一本ボロボロのギターを買うっていう謎の現象が弾くわけない、弾き倒す、外で弾く勇気はありません。なんかすごい所得がめっちゃ高ければ、うん、100万でも持っていくんでしょうね。だから、うん、もう1000万ぐらいあったら、うん、なんか10万ぐらいの感覚じゃないですか。はいはいはい。でも例えばその月収とかが、うん、まあ100万頑張って買ったとしても、うん、もう怖いじゃないですか。怖い。でも行かないんじゃないのかなと思ったら、あ、そっか、今そうだ、グレッチってフェンダーの傘下だから、フェンダーで作ってんだ USS は。うん、盗まれそうで怖いです。いや、ネックとか折れたら嫌じゃない。だって嫌だね。そうなのよね。シールドのポンと落としてゴンと当たっても、うん、そうそうポコンってへこみますもんね。友達にされたことすれば友達笑ってましたもんね。はぁーっつってでもね、俺今思えば友達側にしたら笑うしかないな逆にごめん、あの修理代払うつのも結構な金額じゃないですか、うん、でももう笑って笑うしかないやみたいな俺その逆の立場でありましたもん。あのストリートファイター、お、あのね、中学校の時にストリートファイター3、うん、友達に借りたんですよ、うん、で自転車のカゴにストリートファイター3 2? ダッシュじゃなくてターボじゃなくて、いや俺多分中学ぐらいだからプレステやったと思うんですよ。あの、でもあの、CD だったって。それは2か何か分かんないんですけど、うん、でもね、3とか多分それ0とか、多分そんな感じで。で、借りて、俺自転車の顔に入れてたんですよ。ほんで、うわーってこいで、行ってて、うん、で、ガタガタガタってなるじゃないですか。で、家帰ってみたら、めっちゃ傷入ってたんですよ。で、うわ、家でそれプレイステーションで再生しても、再生しないんですよ。うん、で、俺が取った手段は、元から傷がついてたっていうことを、うん、なんていうんですか、言い切るみたいな。あ、そう、あ、悪いやつ、悪いやつ、悪いやつそこから俺は多分人間的にもう崩壊しちゃう。それ友達なんですよ。俺あの時のあいつの顔もね、未だに覚えてるんどんな顔したの、ね、どんな顔したの、ね、俺多分詐欺師の才能あるかもしれない。もうあのね、うわーっていう顔をすげーしてたんですよ。でも俺が、うん、そこをもう一点張りやったんですよ、うん、いや、それは最初からなってたって言ってたから、うん、友達も多分もう言えなくて、うん、一銭も払わなかったですよ、ね、もんね今はもちょっともう友達ちょっと見てたらいや、もうほんま今やったら払います。もう10倍にして返すから。マジで、いや、10倍じゃなくてですけどあー、おらすごい、だから悪い人ですねって言って、まあ、いや、もう悪いですよ、だから多分03かなっつって、あ、
それだ。多分そうかもしれない。ゼロあのね、見て10枚で本人で返しても本人じゃないじゃん。本人じゃない。ほんまでもね、いや心痛んでますよ俺。機嫌悪かったですよその日。うわーチャリンコ越えて、ボコボコなってましたもんね。まああるよねでもそういうね話。なんでその話になったの。完全にネガティブな話してましたよ。ヴィンテージギターから。じゃあレリック。レリック。あレリックね。レリック傷つけたくないけどでもすごくない。でそれトゥルーヒストリックのさ、でもあでもさトゥルーヒストリックのさ、レリックっていうかあれでしょ、まあめちゃめちゃ高くない、多分高いよ。だからトゥルーヒストリックはまず高いじゃん。だから100万ぐらいって言ってた。そうだよね、うん、その上だもんね、うん、まあさすがにそれ持っていくのそうだよ、だけど、うん、だけど傷つけたくないって言って、うん、なんか似たようなギター買うのおかしくない。安いやつですか。まあ分かんないけど、でも多分安いにしても20万ぐらいじゃないですか。20万でも結構ですよね。よく分かんないよね。まあだから、うん、そのまああれだよね、所有欲だよね、そのレスポール あのトゥルーヒストリックの方は、うん、だからこれを、ね、変えたっていう宝物だみたいな、うんうん、2個あのほら同じもん、あなんていうか保存用と、うん、まあ、値段違うけど、あ、はいはいはい、保存用と使う用ですよ。でもギターそのギターにしかその音出ないからね。いやまあそりゃそうなんだけどね、うん、なんか そうでもないギターでもやっぱ弾き込んだりプレイヤーが良ければ音良かったりするし、弾き込み大事だからね、うん、だからいっぱい弾いてほしいなって、うん、ほんまにそういっぱい弾いてほしいマジで思いますよね。じゃないとなんかその本当のギターの音出ないからな。マーフィーラボとか意味わからん。マーフィーラボ高いもんね。何すかマーフィーラボ。トム・マーフィーっていうレリック師みたいなのがいて、ギブソンにその人がやったやつは高いんですよ。じゃあ、そうなんすか、うん、100万超えたりするみたいな。すごいな、本当に。10分ってきちゃったな、だいぶ。まあ、8時半ぐらいまでしますか、じゃあ。